釣りガールとして有名になりたいんです。じゃあミッションをね、つばきさんに与えますね。ミッション、1日目は横浜の沖艇です。投げているルアーは鉄板バイブのコンスタンギーゴカラーです。足元と遠くにルアーを打ち込みながら堤防を一周します。あとは風が強かったので塔の風裏でいろんな方向へ投げまくりました。バイトもなく1日目終了。2日目は木更津の掟、投げているルアーは鉄板バイブの赤金です。スタビラメというカレーの仲間がすれがかりでついてきて終わりました。3日目は東京湾河口夜釣りです。取り付けようとしているルアーはフローシャットゼロのバサーオールスタークラシック2016限定カラーです。重さは 5g で向かい風なので飛ばせるか分かりませんが、ちょっとやってみました。水道あるまさかの1本目でヒット。暗くてよくわかりませんが慎重に慎重に上げてきています。釣れた。ちょっと待って、どうしよう。どうしよう。この時はまさかのタモを持ってきていないという最悪な事態でめちゃくちゃ焦っています。どうしよう、どうしよう。ないよネット。どうしよう。はい、あれ？匂いじゃん、匂いじゃん、最悪。ミッション達成ならず。がー、これはひどすぎる。ちなみにこの匂いの大きさは、佐藤さん、次はベスト買おうね。50、55センチでした。この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。